めっちゃどうでもいいんですけど、小学生ぐらいの時にめっちゃ宝石にハマったんですよ。なんかジュエルペットとかが流行ってて、奇跡博物館とか行って宝石とかたくさん集めてたんですよね。で、ある日母親が持ってた10万円ぐらいするルビーの指輪をつけたまま公園で遊んでたんですよ。そしたらなくなっちゃって、まあ家帰ってそれを正直に言ったら、まあ、風呂場連れてかれて浴槽の中に入れられて、なんか蓋閉められて1時間ぐらい説教されましたね。まあ、マジで怖かったですよあれ。こんにちは、メープルです。今回のタイトルを、まあ、金は人工的に作ることができるっていう風にしたんですけど、そうなんですよね、金って人工的に作れるんですよ。結構いろんな人が天然物、金って天然物だから価値が高いんだよねみたいなのとか、金は地球上にこれだけしかないんですみたいな、とても貴重なんですねみたいなのが結構あるせいで、まあなんか金って天然物だよね、人工的に作れないんだよねみたいな風にまかり通ってるんですけど、まあ実は違くて、金って人工的に作れるんですよ。まず核融合管っていう、まあ、原子炉とかで使われてるやつ、そいつにまずプラチナを ぶち込むんですよ。あの核融合管の中性子出力窓っていうところですね、そこに入れて、で適当なところで金ができるので、それらをシアン化合物っていうのでプラチナから分離することで金が作れるんですよ。まあ他にも別の方法とかやり方っていうのは存在するんですけど、まあ現実的に一番手の届きやすいものっていうのはこの方法かなっていうふうに思ってます。で、なんでみんなやらないのこの方法っていう感じなんですけど、ちょっと前までは金の方がプラチナより値段が高かったんですよ。だけど今ちょっと調べてみたら、プラチナ 1g が約3500円に対して金が約7000円になってて、金の方が高いんですよ。なのでこの方法をやったら結構儲かるよっていう感じなんですけど、うん、でももし人工的に金がどんどん作られちゃったら、まあ価値はどんどん落ちていくんで、まあ逆に困る人であったり、まあバブルが弾けちゃった時とかどうするんだろうなっていう感じはありますね。はい、どうだったでしょうか。金は人工的に作ることができるでしたけども、まあ実際にやってる人とかももしかしたらいるかもしれないですね。まあこんだけ金っていうのが価値上がってる時代なので、で金って結構信用されてるじゃないですか、価値として作れるのに。まあ皆さんもやってみたらいいんじゃないでしょうか。はい、それでは皆さん、また明日。